すぐわかる完成動画。円の面積の公式は半径×半径×円周率。円の場合もこんな感じの図形とかを使うのかな。いい線いっておるぞ。でも円の面積の証明は少々工夫が必要なんじゃ。ピザのようにな。ピザ？まずこの円をピザのように均等に切っていく。そしてこのようにピザを横に開いて並べる。空いたスペースに下半分のピザを入れる。ああ、平行四辺形っぽいけど、外側が丸くてボコボコしてるな。そうじゃな。では今度はもっと細かく切ってみるぞ。ああ、何人で食べるつもり？そして同じように開いて下半分を入れると、あ、ほぼまっすぐな平行四辺形になった。そう、つまり円は平行四辺形に変えられるのじゃ。なるほど、高さは半径だ。底辺は、底辺のここの部分は元の円のこの部分、つまり円周の半分なんじゃ。ここで円周の公式が必要なんじゃが、円周は直径×円周率。そう、でその半分ということは直径×円周率割る2。ここで直径と割る2を簡単に言い換えることができるのじゃ。直径の半分ということは半径？そうじゃ。だからここを置き換えると底辺は半径×円周率となる。したがってこの平行四辺形にした円の面積は半径×半径×円周率となるのじゃ。この公式は円を平行四辺形にして底辺を簡単な式にしてくれているんだね。チャンネル登録、高評価もよろしくね。